今回トレーニングウェアの方を買ってみました。ちょっと自分自身ね、攻めてみた。で、自分がまあ好きというか、まあトレーニングのなんていうの、そのもう神聖なる場所といえば、まあゴールドジムじゃん。で、ゴールドジムの服買ってみました。ちょっとね、自分自身も入るかどうかとか、ちょっとちょっとはだけてるからちょっとね、不安もあるんだけど、ちょっと履いてみようと思います。見てください、お願いします。来た来た、こうやって宅急便で来ました。お、なんかすごいこれチラシが入ってて、うん、あ、相澤選手すごい筋肉、うん、買ってみました。ちょっと後でこれ読むのも楽しみだね、本ね。嬉しい、やった。結構見てこれ、何 BCA とかついてんじゃん、アルギニンって。もうこれも今日飲むしかないっしょ、アルギニン。イエス。早速ね、服、ズボン買った。ズボン見える？ズボンと、あとこの上着、黄色色をつけるの楽しみ、めっちゃいいね。つけてみたいよ。ちょっと一回脱ぎますね。一回脱いで、よし、一回脱ぎます。よし、一回脱ぎ、ちょっとね、脱いで、ちょっと全体映るでしょ、ちょっと引きで。よし、今からこの辺もうちょい全体、これぐらいかな、これぐらい。ちょっと遠めすぎるかな、もしかしたら。まあ、ちょっとつけていきますね。じゃあまずはね、ズボンから行こう、ズボンから。ズボン入らなかったらあれだからさ。不安めっちゃあるな、これ。入らないの。こういう感じ。おい、ゴールドジムっていうね。いいね、やる気出てきたよ、もう。トレーニングやる前からやる気出てきたよ。あ、そうそうか。トレーニングもやる前だしね。いや、ちょっとちっちゃいんじゃないかな、俺にとって。ちょっと不安だな。ちょっと不安だけど、ちょっと、開いていきます。よし。よっしゃ。どうだ？入るか？あ、入るな。入る。入る。あ、ちょっときついな、ちょっときつい。あ、けどまあ許容範囲かな。あ、いい感じかも。こんな感じ。どう？シュワー！横から見たとき。横から足見せたとき。どうかな。こんなね、なんかちゃんとした感じで来るの嬉しいね。なんか服、すごい、丁寧に入ってる、めっちゃ。うん。いいね。開かないもんだって、なんなら。丁寧すぎる。なんかいい方法ないの、これ。開けね、あ、こっちから開ける。あ、これチャックなってるわ、チャック。すごいやりやすい。いいね。来た。来た、これ。来たよ。見て。憧れのゴールドジム。来たよ。お、しかもなんかついてる。ワンデービップメンバーシップ。このチョイス、国内ゴールドフランチャイズだと思うんだけど、150円で。え、めっちゃいいのついてるわ。見て。これめっちゃ良くないでか。これ持ってったら、550円で入れるって。これめっちゃいいじゃん。あ、サイズ XL ですね。結構はだけてるな。ちょっとこれ、はだけちゃってるな。ちょっと俺不安だな。俺脇のとこ見るのあんま好きじゃないんだけど、履いてみていいですか。うわ、似合ってたら嬉しいけどな。いきますよ。入れない可能性もあるんだよね。もしかしたら。XL ね。頼む、入ってくれ。入ってくれよ。よし、チャキーン。どう？お、結構良くない？これ。あ、横見えないね、脇。あ、めっちゃいいわ。これ、待って。これ最高かもしれん。マジで。ちょっと待って。めっちゃ良くない？良くない？これ結構、本当に。あ、めっちゃいい。ちょっと待って。ちょっと、遠め、足もこうやってパッとちょっとあれ、ぼーっとしてる時に足見るから。ふっ！みたいな。ふっ！足の筋肉も見れる。ふっ！よし。おー。やる気めっちゃできるし、ちょっと待って。だから俺めっちゃでかくない？これめっちゃでかく見えんか？俺ちょっとマジバチュラっちゃったわ。つけて服。え、でかくなってん？俺服つけてから。やばくない？これマジで言ってる？ね。マッチョや。自分で言ったらダメだわ。いや、ちょっとマッチョに見えん。なんかゴールドジムつけてめっちゃマッチョに見えるんよ。嬉しいな、なんか。どう？マッチョ見えないですか？ちょっとマッチョ見えない。正直。ふっ。あ、やばい、これめっちゃやる気出るじゃん。ゴールドジムの服めっちゃやる気出んじゃん、これ。嬉しいな。しかも思ったより似てる。これ、こうしたらどう？マジで。筋肉ありそうじゃない？よし、ちょっと。やばい、これ、イキリ野郎みたいになっちゃうな、これ。あ、嬉しいじゃん、これ。ゴールドジム一番いいんじゃん、やっぱり。まあ、もしもね、これ、あんま、みんなからしてあんま似合ってないとか、ちょっと、意外といまいちでやったら、ちょっと気まずいんだけど、俺は似合ってると思ってるから、俺は嬉しい。うん。これ、嬉しいよ。うん。三頭筋、二頭筋。いや、ちょっとね、ポーズ決めすぎて汗かいてきて、せっかく買ったのにすぐ汗ついちゃったちょあれだから、一旦これ終わって、まぁ、ちょっと、ね、今度、もしかしたら今度からトレーニング中これつけて動画出てるかもしれないですね。そしたらちょっと注目お願いします。あ、つけてるって思ってください。だけど、今回ね、ちょっとね、
調子乗ったら申し訳ないけど、ね、結構嬉しくて、嬉しいとね、ちょっと顔に出ちゃう。感情顔に出ちゃいやすい人だから、まあ、結構ね、思ったより良かった。ここもね、俺ね、あんまり裸すぎると、この胸の皮がね、ちょっと露呈するからあんまり嫌なんだけど、これちょっといい感じに入ってる、まだ。もうちょっとこれ広がるとちょっと嫌なんだけど、これ逆にいいぐらい、俺的には。うん、多分ちょっとね、いい感じ。うん、ギリギリあんま見えすぎないで。じゃあ見てくれてありがとうございました。ちょっとね、今回は本当服買ってみて、すごい気分、ハッピー。うん。じゃあね、僕もこれからも頑張ります。じゃあまたね、バイバイ。